はい、ブンチャーブルフォースです。今日デトロイトやってまいりましょう。早速ね、コナーのパートになります。前回の続きってところですね。前々回か、全然前世、捕まってますね。なぜに急、うわスタートからいきなり重いな。電源オフになってんじゃないか。うん、ブチギレプンプン丸や。そりゃそうなるわな。話にならない。これがあれか。で、交渉人コラーの出番とかな。ハンク。We're wasting our time interrogating a machine. We'll get nothing out of it. まあ、そりゃそうだよね。Always try roughing up a little. After all, いや、ハン、なんだっけ、異常体だから、痛み感じないし、ダメージは受けるけど。That wouldn't make it talk.ターミネーターと一緒って感じです、ね。Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stressful situations. Okay, smartass. What should we do then? アースホール。I can try questioning it. なるほど。これはなかなかちょっと役割としては重いパターンになる。We have to lose. はい、わかりました。Go ahead. Suspect's all yours. 了解しました。行ってきます。言ったからにはちゃんと説得してみるぞ。アイアムはコナー。アイアム、あ、アイアムコナー。お邪魔しまーす。希薄させる。まずは、白い粉をいっぱい用意してですね、希薄剤を。いろいろやられましたね。早くやれよ、てめえ。何ぼさっとしてんだとかって言われそうだな。うん、とりあえずファイルをまず読みましょう。誰だったっけ、このやられた人の名前。あ、なんかロック解除した。他にもなんか解除できるものあるか。交渉人はね、すぐには座らないですよ。こうやってじらしてじらして、ほーなるほどって。でもこれシュワちゃんだったらね、あそこバキってバキバキってやっちゃいますから。では早速、まずは分析しましょう。あ、受金 LED ソフトウェアに、ソフトウェアに自己破壊の可能性が低い。あ、これ自己破壊させちゃダメパターンのやつか。むずっ。乾いて結婚。あ、それカルロスオーティスだ。19日前とか19日間何もずっといたってからですね。でこれがなんかライフ、2030年、ってことは5年経ってる。5年じゃない、8年経ってるんですね。これは何だ。やけどの跡。なるほどね。カルロスにずっと押し付けられたやつかな。こっちも、こっちは。違うやん。なるほど。ロボットがいっぱい出てきてる。じゃあ、呪文しましょう。スルスレベル上げて自白させる。あ、いよ。え、そんなん、あれやん。やーい、タコっつって。じゃあ、写真を待ってみましょう。それはそうですよね。It can trigger an unpleasant feeling, like fear in humans. でも、その人間の感情でいうところの恐怖っていうのをなんで君が分かってんのって話だね。あれ？じゃあ、写真見せましょう。まあでも写真見せたらあれじゃない、逆調するんじゃない。うっ、もう recognize him? 知ってるもん、何も。It's Carlos Ortiz. ですよね。Stabbed 28 times. めっちゃ追い詰めるやん。やばいやばい、破壊プログラムやられた。低すぎる。とりあえず安心させて、I'm not going to hurt you. 安心からのストレスレベルを一気に 120% まで下がるよね。それは下がるよ。いや、ここはあのね、俺のね、あれですよ。で、そっからまずはメモリ調べましょう。I'm going to have to probe your memory. おお、いいね。あ、でもこれやばくない？さっきまであの安定してたのに。What? お、一気に確信ついた。What are they gonna do to me? それはあれですよ。殺人者ですからね。殺人ロボットですからね。They're gonna destroy me, aren't they? とりあえず嘘言っちゃう。
No. I think they just want to understand. 真実言ったら普通にあれかな。真実言ったら普通に破壊されて、あ、でもそれそんなあるくらいだったら自分でボーンしてやるかな。Why couldn't you just have left me there?ここは真実。I was programmed to hunt deviants like you. そう。I just accomplished my mission. I don't want to die. それを思うようになったらもはやもう人間だよね。アンドロイドには感情がないはずですからね。I can't. どういうことできないって。黒幕がいるとか。ムチで叩く。じゃあやっぱメモリを調べよう。No、調べます。うっ、ぬる、あ、ちょ、待って。めっちゃむずい。え、このままいったらあれじゃないの？ちょっと待って、ボタンが押せない。なるほど。まずそれまでに一体何が起こって急にいいね。だってやけどさせられたり、バットでぶん殴られたり、殺せられたり。なるほど。ストウェアの異常、自白させる。自白させる。メモリーにアクセスして。何があったか見ました。以上だ。君に用はない。潰させてもらおう。突き放してやる。You'll go back to cyber life to be disassembled. ああ、で、これであるかな。自爆スイッチ入る。ああ、やばい。ああ、やばい。とりあえず、まあ、じゃあ戻りましょうか。ああ、やばい。やっぱり始まった。What the fuck is it destroying itself? よーっと。ターミネーティッドするつもりや。それはやめさせなあかんな。Stop it, God damn it! でもやっぱ力自体はアンドロイドの方が上なんかな。ってことは机をどかした方がいいんじゃないですか。介入。You need to stop that right now. あ、でもこれそれ外した瞬間。やばい。おーどー Holy shit! まさかの。え？俺いや笑っちゃダメなんだけど、あらー、コナー死亡率高すぎるやろ。量産型コナーやなー。追い詰めたのが最後あれでしたね。なるほどな。これはコナーを撃たない結末もあったってわけですね。どうするのが良かったのかな。まあでもここはさ、まあ人が犠牲にならなかったっていうことについてで、まあもう良しとするしかないところかな。ここまではまあ全部開いてないですね。メモリを調べる、まあメモリを調べる以外にもなんか何かしらあれだったのかな。あ、でも結構な確率でコナーが撃たれるシーンもあったのかもしれないですね。結構短いパートっすね、今回もね。まあそんなね、パートもあってもよろしいんじゃないですかね。まあ、1チャプターずつね、ちょっと地道に進めていこうというふうに思いますんでね。また次回のパートでお会いできたらと思います。そしたらまたお会いしましょう。バイバイ。